京都駅戻ってきましたね。こっからは次はもう素直にね、どっちやったっけ、東海道線でね、まあ変な話、ずっと向かったわけですけど、まあ米原まで行って米原から乗り換えか。はあ、ここからは新快速なりもね走ってますからね、とりあえずそれで行っちゃうというわけでございますね。じゃあこの間だけはねどうしても特急使わんとね、ちょっとあまりにもその所要時間の差がでかすぎるんで、ここから先はねリバーネーションを見置き足として、まあ米原から大垣の間がちょっと苦労するでしょうけど、まあそこぐらいですからね、うん、よし。あとはあ、ちなみにあれですね、また米原で説明すると思いますけど、あっちですね、米原からは名古屋乗り換えじゃなくてね、まあ名古屋のね密を避けたいとかっていうのもありますけど、金山ね、まで一気に行っちゃおうという魂胆ですね。金山まで行った方のが普通列車とかが金山始発のやつがあるんで、そうするとねあっちの応援に行くときには特にね、普通列車でもね3駅とかなんで、全然、利用する、手段としてありなんで、そっちの方で行くような予定で、行きたいと思います。まあ金山でも十分混むとは思いますけどね、うん。16時22分前払い、ああ安原新幹線とか出た方が早いか。あと今日あれなんですね、綾部駅でねちょらっと降りてましたけど、綾部でちょうど祭りだった、夏祭りやってたんですね。その兼ね合いでわーって、お子さんがねいっぱい出しちゃったんで、へーと思ってましたけど、安前原だ、こっちか。さあこっから悩みどころだぞ。前原方面の中浜、31分の中浜でも変わらんのかな。安前で、これ構成線か、前が悪いですね、安やく、安から安やくってあったっけな。まあ新幹線からこっちの方が早いか、まあ、とりあえず安から行きましょう。さあ、駅名所どこ行ったっけ、向こうか。安の乗り換えがね早かったんで案内できてなかったですけど、米原ねまで来ましたよと。まあ、こっからね JR 東海の方に行って、5番乗り場電車は回送列車。ちなみに止まったのが大見鉄道ですね。駅名所あった。よし。で、向こう側のホームか。よし。ちょっと出て、もう10分ぐらいで来るみたいなんでね。ユーティアクセスいない、やっぱ東海道線は。長浜市内ってなんかどうですね。別にこれでも良かったのか、17日に一緒になる。
17時27分だろ。そう。うん。よし。長えな、やっぱ。こっちじゃなくて、あ、もちろん新幹線で行ったら一番早いんですけどね。ここはこっちで行きましょう。お金が空いてるかな。